4年前北海道の日本酒の歴史に新たな1ページを刻んだ上川大雪酒造来年に控えた帯広小樽北見の3大学の経営統合を見据え <laughs> 教育との連携を深めているていてい先月結ばれた上川町と小樽商科大学との連携協定 上川高校の卒業生が地元で働きながら学位を取得できるようサポートする定員割れが続く上川高校の魅力を高め今後も存続させていくことが狙いだまちづくりイコール人づくりといわれるように人材の育成確保というのは本当に町にとって大きな課題になっているわけですが高校生だけじゃなく卒業して この町で就職をされた方々においても働きながら高等教育を触れることができるそういうことも工夫次第によっては可能なんではないかこの連携仕掛けたのは上川大雪酒造だ連携を推し進めるためのコンソーシアムの代表には上川大雪酒造グループが今年8月に作った新会社がついた 今後町内外から賛同する企業を増やしていく考えだしかしなぜ酒造会社が教育なのか恩返しというのが大きな理由ですね教育分野においてはあの大都市圏の一極集中が他の産業よりもっと進んでるそういう教育が地域で受けれるなら地方がいいよねやっぱりそんな風に変わってきてるんじゃないかなという風に思いますね 新会社は今月、与市町とも協定を結んだ取り組むのはなんと豊富な果汁、それからぶどうですねそういったものを原料にこれまでこの地域になかったブランデ製造という事業ですね道内屈指のワイン産地与市町ワインの製造過程で出るぶどうの絞りカスは産業廃棄物としてワイナリーの負担になっている その厄介物を原料にするという。ブランドに関してはですね、あの、諸外国が先行してやってますけれども、それはも、も、ちろん産地と根付いた。あまあ、文化として、まあ、これによってですね、まあ、将来にわたって、営業に産地としての厚みを持たせる。素晴らしい事業。上川大雪酒造は、蕎麦や米を原料とした焼酎作りも手掛け。 それを地域の特産品とししてて送り出してきた。アルコールによる地域振興はいわば最も得意とするお家芸だこううう酒が作れるとというのは本当に大きな武器だと思うんでで、すねで。また逆に酒は地域を元気にするというようなことがなければみんなが愛してくれませんからそういったものをたくさん作っていくのが北海道のためにもなるしそれぞれの地域のためになるかなと思ってます。 今度はブランデーに挑戦と、はい、これ正規あるんでしょうかねそうですねあの地元に愛されるからこそそれが消費行動につながって選ばれるというところですよね、はい、あの上川大切酒造が手掛ける多角化といえるものですかね、はいはい、えっと例えばそば焼酎、はい、米焼酎それから今出てきたブランデーですねはい、はい、さらにはあの創業地の上川町でチーズの製造なんかも始める計画があります、はいうん、こういった戦略についてですね塚原社長は、うん ものづくりには、まあ、いくつか戦略があるだろうと、うん、一つはコンクールで賞を取るような素晴らしい品質のものを作ること、うん、それから、まあ、品質がいいのはもちろんですけど地元のものを使って地元に愛されるものを作ると、うん、まあ我々は校舎を目指すよと、うん、まあそういった地域に愛されるものを作るという意味では競合、うん、はないんじゃないかとそういったこともお話しされていました、うん、あとやっぱり社長の話で教育ね教育がやっぱりね都市部に集中していると。 これはもっとやっぱりこう地方に、ねえー、投資するんだっていうあの話もなるほどなと思って見てたんですけどデスコはいかかがででしたかそうですねあの上川大雪酒造は、ええ、独特のマーケティングといいますかうま、はい、いなといつも思うんですが例えば最初出てきたあの上川幻の酒。うん ですとかあのオンラインをうまく組み合わせてですね、うん、こう,うまくリピーターを獲得しているっていう歴史があるんですねなるほど、ねはい、一回そこで飲みに行って、はい、あこれうまいなとで帰ってから今度オンラインでも買おうと。ううなるほどでさらに言うとブランデーの話で言うと、うん、あのやはりワインの歴史ってまだまだ北海道浅いので、うん、例えばその絞りかすをどうするのかというところについてはなかなか解決できない課題だったんですが。うん あの実際にそれを使って今度は新しいお酒を作るというってですね、うん、まああまり他の人は考えつかないかったいうようなことなんですけど、うん、まあ突き詰めて言うとあのサステナブルというか、ね、持続可能なところにつながってくるといううまい流れは今できつつあるという状況だと思います。このブランデで事業が成長すると、はい、もう本当に持続可能性がまた高まっていくと、えー。そうですね。地域としてあの総合力は。はい、なるほどね。あの与野市長の町長もおっしゃっていたんですけど。うん ワインが盛んな外国ではブランデーも盛んだと、うん、まあいわばセットのようなものでもあると、るそこは。はい、そこが文化が根付いていくと、うん、例えばブランデー用のブドウを作るようになるとか、うん、そのワイン産地としての厚みが出てくると、うん、いうこともお話をされていました。はい、はい。最後は本業の日本酒についてです。先日完成した函館の蔵を取材してきました。